貢献3名は、カトリック長崎大司教区の原人の大司教で、長崎教会管区の管区大司教である。洗礼名は、ヨセフ。1946年3月21日、長崎県長崎市三津山町で誕生。翌日、カトリック三津山教会で幼児洗礼を受ける。1960年4月、長崎公共神学校に入学し、 長崎南山中学校3年に編入。1964年、長崎南山高等学校を卒業して、福岡市の聖スルピス大宮学院に入学。哲学と進学を学ぶ。1972年3月20日、佐藤明や佐治郎大司教から、浦上天主堂で司祭に上会される。1973年10月29日、 司祭要請に携わる教区司祭の会、イスルピス司祭会に入会し、ローマのグレゴリアン大学へ留学。1976年2月、競技進学修士の学位を取得。同年11月、母校であるイスルピス大宮学院で司祭要請を開始。1981年から、フランス、イタリアへ留学。パリカトリック大学、教皇調律聖書研究所。 エルサレム聖書学院で聖書学を深める。1991年4月聖スルピス、大宮学院の院長となる。2002年2月7日教皇ヨハネ・パウロ2世により、カトリック長崎大司教区の補佐司教として選任される。同年4月29日に、島本金目大司教から、浦上天主堂で司教に上会2003年10月17日、 全民の島本洋大司教の救世を受けて、ヨハネ・パウロ2世から長崎大司教に任命され、同年12月14日に長崎大司教に着座した。2008年11月24日から実行委員長として長崎県営野球場でペトロ・キベト187巡教者の列腹式を取り行う、日本初の列腹式であった。二千十年四月十一日、 日本の平和巡礼団の団長として被爆マリア像を携え、教皇ベネディクト16世にバチカンで越見し、被爆マリア像が教皇によって祝福される。同年5月2日、被爆マリア像と共に渡米し、ニューヨークの聖パトリック大聖堂でミサを取り行う。2020年、カトリック長崎大司教区の元会計責任者の司祭が2013年に、 教区の資金2億5千万円を無断で流用して、そのうちの約2億3千万円が未回収であると報じられたが、高見大使教は警察には被害届を出さないと説明した。カトリック教法2020年9月号では、お詫びとともに、債務者には返済を要求し続けると同時に、全教区会計をはじめ、私と教区顧問、司祭団、 それぞれが可能な限り修復に努めてまいる所存です。なお、今回の不祥事では、信徒の皆様の教区費や小教区補助基金などへの影響はございませんとしている。2020年7月21日、2019年2月に100人以上の被災らを前に、教区幹部から叱責されたり、思い通りになると思うなよ、一信徒のくせになどの暴言を受けたりして、 PTSD を発症し、給食を余儀なくされたとして、教区の50代女性職員が、長崎労働基準監督署に、労災申請すると報じられた。同年8月16日朝、浦上店主導前で、パワハラに対する抗議行動が行われた。2020年12月15日、長崎大使教区の神父から性的虐待を受けたと、主張する女性が、高見大使教の、 被害者といえば加害が成立したとの誤解を招くなどの発言で PTSD が悪化したなどとして長崎大使教区を相手取り長崎地方裁判所に提訴。ありがとうございます。